NFIB 全米自営業者連盟が発表した3月の中小企業楽観数は前の月から0.9ポイント低下し88.5となりました2012年12月以来最も低い水準となっています項目では売上高見通しや採用計画などが低下しました経営上最も重要な課題をインフレと答えた回答者の割合は25%と前の月から2ポイント上昇しました